冒頭にお見せしたような扉を開けたら空撮映像に切り替わってるっていう、そんなマスクを使ったトランジションのやり方を今回はご紹介していきます。元の映像はもちろん扉を開けたら、はい、普通の部屋です。しかしマスクを使って空撮映像に切り替えると、まるで気分は鳥さんよっていう感じなんですけれども、はい、鳥さんの気分になって今回は動画を作っていきましょうということで、マスク使うのはマスクのみです。マスクのみいきましょう。作っていきます。まずは2つ映像を重ねます。皆さんは何か部屋でなんか iPhone で撮ってもいいです。はい、こんな感じで扉を開ける映像を撮ってください、部屋で。うん、で扉を開けたらどんな映像にしたいのかっていう、その移り変わる先の映像を1つ目のトラック、扉の映像を2つ目のトラックに置いてください。こういった2段重ね状態を作りましょう。なんかフリー素材でやりたいなという方はですね、モーションアレイとか、まあ、あとは動画 AC とか、過去動画は無料でダウンロードできるサイトを5000円みたいなやつ紹介してるので、まあ、そこで何かしら動画見つけてみてください。ということで僕は自分で撮った空撮映像を使ってやっていきます。はい、それでは解説していきましょう。一旦ですね、この空いてる領域全部にマスクをかけていくんですが、やりやすいように一旦この辺からいきましょう。ちょっと空いてる段階で止めまして、不透明度でペンツールを使っていきます。そして全体表示これ 75% ぐらいにして、ちょっと、はい、あのマスクを打ちやすいように、まあ、一旦適当にこうやって四角形四角形作って、ぼかしは一旦ゼロでいこうかな。で反転させます。でこの境界線に合うようにちょっとこんちゃんまですよ。これくねってなんなくていいんだよ。くねってなるな。くねってなるな。まあいいや。後で。はい、こんな感じ。これさ、四角形のツールにしよっか。ごめんなさい。ペンツールやめます。四角形にします。はい。ペンツール使ったらくねってなっちまう。これで、こんな感じでやりまして。ぼかしをなくして、ここの反転をさせた上で、この境界線、扉を開けた時のこの境界線をに沿ってこうやってこの四角形の線を乗せていきます。こんな感じ。まあ後でぼかすんですが、一旦この状態でいきます。でマスクパスチェック入れます。これアニメーション入れました。そしたら次1、2、3フレームぐらい進んで、またこの領域こうやって境界線に沿ってマスクをこうやってね表示させていきます。で次また3フレーム進みましょう。ここから2フレーム進もう一旦ね。でも境界線というかもうほぼ 100% から 75% にして、もう開ききっていますが、まあ、こんな感じと、こっちはこんな感じ。はい、でもう1フレーム進んで左側は完全に開ききりました。こうやって開いていく。で右側は若干だね、まだこのぐらいこのぐらいで進んで、3フレームぐらい進んじゃおうかな。ここからピッピッ、はい、境界線に沿うように、まあこの繰り返しなんですよ。また3フレーム進んで、でこうやって3フレームごとにマスク移動させてれば勝手にキーフレームはね、はい、勝手に打たれていきます。境界線沿ってる？ちゃんとやっていくよ。1、2、3、はい、もう一回3フレーム進んで境界線に沿わせて、こんな散らかった部屋は見せるんじゃありません。
見せる前に空撮映像でかぶせる。ポチ。こんな感じ。はい、1、2で進んで右も全部覆うと。そうすると途中までこうやった感じ。ウィン。で次これね、閉じるところ、キーフレームはこの辺から打ったのかな。はい、この辺から、どの辺、この辺ですね。はい、こっからちょっと前方向に戻ってキーフレームまた打っていきます。ここから1フレーム戻って、あ、こんなもんね。反転しながら確認して、はい、ちょっと内側にインさせていきます。イン。はい、こっちもイン。よいしょ、イン。はい、もう1フレーム戻っていきます。イン。丁寧にやるために1フレームずつこっからいきます。ちょっとねシビアなんで。はい、んでもう一丁。ちょっとなんか影が気になる。仕方ねえな。はい、戻って、っていう感じで皆さんもやってみてください。この扉に、扉の境界線で、また1フレーム戻って、もう結構際くなってきましたね。こんな細い1フレーム、キワキワだね。まあ、こんな感じで、キワを攻めていきます。まあ、こんなもんじゃない？もうキワですよ。一旦これで、おお、いい感じじゃないですか。で、これね、今細くなっちまってるから、ここでキーフレームの先頭に行きまして、ピッと。ここで、マスク、次のフレームで、1個フレーム戻って、このフレーム全部、ポンと左持ってっちゃおうかな。はい、そうするとキーフレームこの位置になったらポンって持ってくるからね。 OK で再生しましょう。ウィン、こうなりました。気分は鳥さんよ。最後マスクのぼかし、境界線のぼかし、どんなもんかなっていうのを映像を見ながら調整していきます。まあデフォルトの10のままでもよかったかな。ぼかしと拡張をちょっと使おうかな。はい、ぼかし10にして拡張5いってみよう。ウィン。うん、まあ10でもいいかな、拡張は。はーい、これで完成です。しょ、いいじゃないですか。まあ、こうやってですね、これの応用で扉開けたら宇宙とかもできますし、扉開けたら次の撮影地とか、扉開けたらほにゃららつってね、いろいろ応用することができますので、マスクを活用してこういった描写、ぜひ日頃の活動に、全体表示ないと分かんなかったね。はい、こうやってはい開くと、ドン、ええやんっつって。ちょっとまだこの空撮映像はグレーディングしていませんが、まあ、そうやって、やってみてください。はい。ということで、今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。